FMO 朝までアニソンをお聞きの皆さん、そして YouTube をご覧の皆さん、やっほー、 FMO 朝までアニソン DJ のあやはねまやです。ということで、たった今収録が終わったところでね、今回半端じゃないぐらい噛みすぎて、多分噛んでるところカットするだけで多分 3,4 分削れるんじゃないかっていうぐらい噛んでしまったというところでですね、今回突撃インタビューをしたいと思います。なんとこちらにいらっしゃるのがプロデューサーのですね、淡路さんです。はい、あ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。このぬいぐるみは何ですか？ラブライブサンシャインの対馬よしこちゃんっていう、ヨハネちゃんっていうんですけれども、はい、はい、秋からラブライブサンシャイン2期ありますので、2期、はい、ぜひ見ていただいて。やっぱりアイドルマスターですよね、はい、アイドルマスター。 やっぱねアイドルマスターナムコプロね、アニメはやらないにしてもですね、まだまだ精神は続いてるんですよ。なぜならナムコプロとミリオンの合同ライブがね、武道館で行われるんですよ。いや、僕はそしたら9月に、はい、西武ドーム行ってきますからね。西武ドームはね、はい、先にアイドルマスターがねやってるんですよ。10周年記念で、はい、そうですね。そうなんです。いや、それも偉大な先輩ですよ、そこは。まあね、はい、でもまあ、でもバンナム系列としては本当同じぐらい歴史のある、はい、ラブライブとアイドルマスターですから、はい、ここは仲良くしていきましょう、ね、仲良くやっていきましょう、ね、やっていきましょう。あー、かわいい。これミリオンのね、パンツを見るんですよ。パンツダメ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 、かかかか、これ放送禁止やで、ね、まあ載せるけど、うん、さっき喋ってる間も実はこうやってやってたんですよ僕。ちなみにこの手の出演はね、梶本さんですからね。梶本さん絶対喋らないけど、そう、淡路さんはもうラブライブ大好き、そしてアニメもね、はい、結構好きだと思うんですけど、今期の注目アニメありますか？秋アニメですか、はい、やっぱでもうまるちゃんがでしょ、ですよね、ですよね、はい。あと僕ネギマ中学の時大好きだったんで、そうなんだ、やっぱ UQ ホルダーも楽しみですよね、やっぱりね。そう、ネギマはずっと続いてるし、ファンも結構コアな人が多いんじゃないですか。そうですね、今後ね、はい、いや、うん、本当に歌もねめっちゃ良かったんでね、良かったですね。なんか UQ ホルダーのオープニングテーマ、はい、ハッピーマテリアルらしいですよ、だって。え、どういうこと？あのね、魔法先生ネギマのすごいヒットした曲なんですよ。あ、すごいすごい。え、それがまた主題歌になるってこと？そうそう、おー、タイトルだけなのかもしれないですけど、はい、そうそう、あるんで、はい、それも楽しみですね、はいはい、ぜひ皆さんチェックしてください。、ね、イケメン若手、はい、プロデューサーで、はい、他の番組もやられてるんですよね、今。あ、そうなんですよ、月火6時からのオトバカっていう番組は FMO でやっておりますので、はい、ぜひ見てやってください。そちらもチェックしてください。聞いてやってください。パンツをあんまり見せないで、パンツ、ああ、すみません、パンツを見せない、ね、こんなパンツ履いてないからね。そう、こんな真っ白なパンツないですよね。え、でも白いくないですか？白いんですよ。ダメですよ、やめてください。アイドルだからね。そうですね、アイドルをアイドルとさせてあげて。ラブライバーならば。はい、ということで現場からお届けしました。さよなら。